こんばんは。こんばんは。おいで。こんばんは。じゃーん。もうなんかボサボサになってる。こんばんは。公演終わりました。ちょっとお待たせしました。帰ってきた。暑い。こんばんは。こんばんは。今日もね楽しかったです。こんばんは。今日はね2回公演だったんだけどね。お疲れ様ありがとう。こんばんは。こんばんは。公演お疲れありがとう。そう夜はねお団子。なんだっけこのお団子ヘアしてもらいましたメイクさんに。お団子お疲れ様お疲れ様です。こんばんは。配信ギリギリに仕事終わった。あ本当ですか。帽子かぶってきて今日ね帰りは帽子かぶらずに帰った。帽子入んなかったんだよね。そう絶対に入んない。行きはかぶってたんだけど絶対さでも意外と意外と被れるかも。意外とちょっと待ってね。くしくしちょっとくし。ヘイくしヘイくしあれくしがヘイくし意外と被れてる。あったちょっとくし一回拭くね。今日地面に落としちゃったんだよね。あのねリュックからねリュックからねリュックからねあのねリュックからなんかあのなんだっけあれくしさんに謝ったあのねリュックからねお財布じゃなくてエコバッグ出そうと思ったの。そしたらねこれが出てきちゃって落ちちゃったの。こんばんは。あ疲れた。こんばんは。あ、疲れちゃって言っちゃった。最悪。ごめんなさい。疲れてない。今日初めて劇場でかわいちゃん見た。ありがとう嬉しい。違うの。公演が疲れたんじゃなくて、あの、帰りに串を落としたことが疲れたの。こんばんは。お疲れ様。お疲れ様です。楽しかった2回公演。そう、今日ね、初めてね、ゆきりんさんとね、出演。させていただいてねすごい嬉しかった。配信終わっちゃ終わんないよ。まだトゥナイトは始まったばかりだぜ。こんばんは。さっきねツイッター載せたのでぜひコメントお願いします。こんばんは。そう写真ね撮ってもらった。夜公演オープニングからめっちゃ汗かいてなかった。めっちゃかいてた。めっちゃかいてた。もうね僕ん僕体じゃないわ。アイドルの陽気は本当に汗かいちゃう。見た。ありがとう。ありがとう。エコバッグ使ってそう。エコバッグ使ってる。エコバッグ使ってる。そうリハで汗かいてもうそう前髪びしょびしょだったの。やばいなこれ。でも乾かす時間なくて、そう乾かす時間なくてそのまま出たからねやばかった。そうこんばんは。こんばんはですよ。こんばんは。すごい嬉しかったです。あのさなんだっけ春一番のさゆきりんさんの声ってすごい有名じゃないですか。有名っていうかなんかその CD とか聞いてたらさすごい声が聞こえてくるの。これがすごい。そこを一緒に歌えるなんてびっくり。こんばんは。そうおはようって言い方ウキラボボだぞ。なんか真似できないんだけど、おはよう、なんか真似できないんだけどさ、なんかそう、こんばんは。 NGT さんのコンサート行ってきた。あそうなんだ。今日コンサートがあったんだね。おかえりおかえり。おはようって言い方、そうすぐわかる声。そうそうそう。こんばんは。おはようって言い方ぶうきらぼうだぞ。こんばんは。え、そう歌声真似してくれたって言ってた。私知らなくて、あの
今日オンデマコメント一緒に撮ったんですけど、ゆきりんさんと最後すごいよね嬉しい、めっちゃびっくり。だから今日手紙届いたかな。届いたよ。あのそう、しっかり見るのストレス発散以来。え、嬉しい、ありがとう、嬉しすぎる。こんばんは。隣のトトロ、あ、トトロちゃん、トトロちゃん、トトロさんやってるんだ。そう、それでね、で、そう、知らなくてオンデマコメントの時に知ったの。えーって思って真似してくれてたみたいいつもナーミンがやってくれてるやつ。こんばんは。仕事だったので夜からだけオンデマ見た。ありがとう。劇場帰ってゆっくりしてる。あー、お疲れ様です、ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。明日公演なんで予習してました。嬉しい、私もやばい、明日の公演がやばいのでちょっと練習しないと。いや、何度も出てるんですけど一回やらないと不安なんですよ。そう、嬉しい、すごい楽しかった、うん、練習配信しようかな、それはまずい練習配信したらでもコメントが読めないんだよね、それが難点なんだよね。あ、まつげ絶好調、やった。あのね、コメントが読めないのよ。でもね、明日はもう早いからちょっと練習しようかな、今から僕隊の、え、僕隊だよね明日。そうだよね、ちょっと練習配信しようけど何のセッティングもしてないからさ。え、本当にしていい？短めでもええんやで。うん、短めにして練習した方がいいとは思うんだけど、でもショールームもやりたい人の末路練習もしないとやばいし、でもショールームもやりたいってその末路だから許して。ちょっとこれでも大丈夫かな、ちょっと帰ってきたばっかでお部屋散らかっててさ、映ったら嫌だよ。ちょっと一回これを、机を引く、ちょっと一回これを抜いて。え、末路って言うよな、末路っていう言葉あるよね、それ合ってる？ちょっとしかもめっちゃレッスン着だけど、あ、逆にいいね、レッスン着で。ちょっとコメントが読めなくなるかも。あ、バッドエンドなんだ、ダメじゃん、ハッピーエンドじゃないと。ハッピーエンドは、ちょっと待ってくださいね。こんばんは、レッスン着着てる。で、こうしてギリギリまで押して、で、ちょっと滑っちゃうので絨毯をどかして何やってんだっての絨毯をどかして、で、これを最大限まで上げる。こんばんは、こうやって、あれ映んないや、映ってる、遠いかな、遠い。こんばんは、かおりちゃん、何チルドレン何チルドレンって何？ハッピーチルドレンですよいしょ、ここで、こんくらいでいいか、ちょっと全身、全身は映んないね、全身映んないから、ちょっとここのカーペットが、ちょっと待ってね、本当にごめんね、急にこんなことし始めて、こんなこと急にごめん、本当にいい感じ。ハッピーチールドレン、それ TikTok で流行ってたんですよね、だから知ってる。こんばんは、楽しい、本当に本当ですか？ちょっとここに書いとこう。ちょっと待ってね。テロップでなんて書けばいいんだろう。明日の練習。練習します。練習って書こう。あれ、テロップがさ、映んない。練習。ちょっと、
なんとなくの練習、とりあえず一回ここでやってれば明日、明日とかもう一回ちゃんと自分で配信終わってからもやるから信じて。リップだけ塗っとこう。ちゃんと明日はね2回公演だよね、合ってるよね。もういつもこの前さ2回公演だと思ってたら1回だった時あったさ。だからよし、明日は2回だよね。じゃあ行きます。まずは、番号とかもいけるな。なんかマイクない、くしでいいか、マイクないから。あ、リップでいいや、これこれ持って行きます。せーの、あ、ちょっと待って何バタバタしてんのってなって。こんばんは。いけるとは思うんですけど、一応やっとかないと不安なので一応やります。こんばんは。そう、明日も2回なの。そう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 、ちょっと待ってね。明日本校ある。うわ、見たかった、見たかった、見たかった。よし、やろう。じゃあまず1曲目、せーの。あ、待って、どこ、なんだっけ。もうつまずいて。待って待って。あれ、どこだっけ。あれ、ちょっと待って、どこのさ、ドアから出るんだったっけ。どこだっけ。さあ、こっちか。OK、わかった。せーの。うんうん。周りはみんなライ…あ、間違えた。周りはみんなライバルだけど、同じ夢見ている仲間さ、汗よ涙も乗り越えティーミンガース。あいつの日がきっと大きなステージで。ん、待って、あいつの日がきっと大きなステージで。こっから歌わない。ちゃちゃ、後ろ向く鏡の前で想像するのよ。大歓声の客席に向かって手を振る未来の私もティーミーガース。ほんの少しずつ手を伸ばし夢が叶うまで。ちょっと待ってね、声が小学生、嘘。女の子も年頃になれば恋の一つもしてみたいけれど、あいにくそんな暇もないリーミンガース。できた、これできた、あーできた。靴下履いとこうかな、なんか滑ってしてんころりんしちゃいそう。あ、逆か、靴下履いたらしてんころりんするのか。でもどんどん言ったら大変だから靴下履こう。次は2曲目と、次はランランランやっていきますね。ごめん、こんなんで後で話そう、後で話そうね、ちゃんと練習終わったら話そう。じゃあランランラン行きます。なんだっけ、あ、リンガー、ドゥルルルで、ここのドアを開けて履けます。で、上の服を脱いで、はい、顔に入れて、じゃ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  4.5 番ラガチャ、じゃ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 、きっと待ってる駅前のロータリー、もの停留所。1番、時計見ながら彼はその答えを人混みに探すだろう。で、ダブレダーでは出され、これ3番、気持ち
せてくれ 3.5 走れ私全速力で地べた石だバスから降りたら走れ私愛のために道を渡ってここにとはないがあれ青春が息をするじゃ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 んじゃんあれあ、わかった、見ろあ、わかった、わかった、わかったわかった息をするじゃ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 で、ここが4番だったっけ 3.5 だからあれ、これにしながら4番うん、似合い予想外のことまさかの連続ねちちちち待たせるよりも待たされる方がどんなにか楽な1431番、ありがとう気持ちいいなら決まってる 0.5 私でよかったらと言おう 2.5 汗のように飛んで行きたいこの場所からあなたの元へと風のように一直線にもどかしいほど愛しさが脈を打つちゃ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 なんだっけこの音ちゃ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 はい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 なんだこれあ、3番でこれも3番にいてちゃちゃちゃ2番だだだだだんできた疲れたいけるいけるランランランいけるこうだだだだだだかもう少し後ろ、あ、わかったこの辺次、未来の果実だ公園全半制覇して待っててね、みんな目標は11時半までにさ11時半までに終わらせたらいいよね、これ終わらないね、絶対もうとりあえずね、そうそう今日オープニングは絶対は やろういい、ごめん、後でコメント読むから許して許して体操なんだっけなんだっけあ、ボイゼンガールだで、じゃじゃじゃこれで2番にいてボイゼンガール軽く行こうぜルル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 ボイゼンガールル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 5番明るく行こうぜ水と緑がある限りボイゼンガー1番チャラララ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 1番チャラチャ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 ンチャ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 チャたった一度の青春ここはフリーなんだ空の青さと若さは後でふと気づくあ
元気が出るおまじないは笑顔を見せることほらねスキップしたくなる 2.5 なくなるじゃじゃ 2.5 じゃじゃポジェがみんなで行こうぜ風は未来から吹いている。あれ風だっけ、歌詞が見つかんない感じだ。風がみんなで行こうぜ風は未来から吹いている。ボイちゃんがどんな今日だって一度しか来ないんだ。ボイちゃんがみんなで行こうぜ水と緑が続く道。ボイちゃんが希望の果実を収穫しよう。また一番孫にしてありがとうおじいちゃんおばあちゃんなんだっけ、あ、これで一番にてジャラ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 、これで4番に行く。4番にいたジャーン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 。なめぐまれてることすぐに忘れてしまいそうだね。強い日差しとスコールはあとんあとで強さ。時には悲しいこともきっとあるとは思うけど、そういう涙のおかげで夢がだんだん育つ。行ってきますこれで 0.5 にて誰かに笑顔を見せれば、これ見れば明日行かなくて嘘。これでで 0.5 に誰かに笑顔を見せれば誰かも微笑んで。ぬぬ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 明るく行こうぜ水と緑がある限り。ボイゼンが心の大地に種をまこうよ。僕たちに与えられたこのシーズン守りたい影が変なね宝物だよ。はぁちゃんちゃんはぁちゃ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 。ボイゼンが一番みんな今一番僕たよかった、ありがとう。なんで行こうぜ風は未来から吹いている。風がどんな今日だって一度しか来ないんだ。風がみんなで行こうぜ水と緑が続く道。風が希望の風が希望の大地に、あ、希望の果実、ん、希望の果実、あれ、ボイジェンが希望の果実を収穫しようだっけ。あれ、ボイジェンが希望の果実を収穫しよう。で、3セリまで下がって、じゃあ、いつもこれで移動するやつ。こうやって3セリまで下がったら、じゃあ、ちょんちょ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 。で、2番じゃん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 、できた。2番まで行くやつ就活しよう違う違う違う、ハローワークじゃないから。これで行くったらじゃん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 、トルネード香りで、このと、あ、ビバハリケーンだ。で、ここにいるのが今2番で終わったから、ビバハリケーンが始まったら 1.5 に移動してね。シュチャ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 、あれなんだっけ、シュチャ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 、ワンツースリーゴチャ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 、はい、行ってきますチャラチャチャ。それは突然だった僕に踏んだ瞬間、
君の長い髪見かけられた日が消え空が消えクラクラクラ一番これが 3.5 にいて 3.5 だっけ 3.5 なんで偽粒子だ。愛はいつだって寝たいって気圧になるよで1セリンの 3.5 になるよリバハリケーン感情の弾み回されるわ心の海は荒れ来る知らぬ間に横殴りの雨が僕に襲いかかる本気は止められないちゃ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 指先が触れるか触れないかにに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 にで方だからそれでも止められないなんだっけこの後あれ、ね、誰かこの後なんだったっけこれだっけ。あ、そうだ。で、これが終わったら、じゃーん、ちゃっちゃっちゃん、ちゃっちゃっちゃん、ちゃっちゃっちゃんで、下の部屋の下に置かれる。大丈夫、静かにしてるから、大丈夫。で、これで2番のニセルに行く。この2番のニセルに行くよね。ちゃっちゃっちゃっちゃ、あお、リバハリケーン、感情の渦に。飛ばされる僕がいる今心の海は荒れ狂う知らぬ間に横殴りの雨が僕に襲いかかるどうにも止められないちゃ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 ショーパン終わり終わったオープニング終わったんやけどやったやったやったねあのねオープニング終わったいけるかオープニングはいけて今何時だえ全然まだこの時間だよねえねえあのね最後のねこれやってさなんかこういう振りがあるんだけどここで蹴るんだけどね足をこれめっちゃ高くやるようにやってんのMC 練習当たるかなこれってなんだ疲れたでここで自己紹介したらどうするんだっけユニットはユニット一回飛ばそうかなユニットは絶対にリハがあるんでしょ 100% でその前にもやるけどユニット一回飛ばして竹内先輩竹内先輩やってもいいですか中盤まで終わったらめちゃくちゃあれじゃない自己紹介自己紹介いらない中盤これやったらもうあといけそうじゃない？ちょっと11時半までになんとか。じゃあ中盤やろう。竹内先輩。
チャ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 教室から肉たくドゥルドゥルドゥルドゥ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 サッカー部の地球たく離れなれば練習部が終わるやっと会える仲のいい友達も知らないのそれそーとなんかさるる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 るラビュー竹内先輩二個上の先輩ドキドキしながらそっと手をつないでるラビューラビュー Love me Hold me Kiss me あれ歌詞なんだった忘れちゃった。ラーミーだっけ。ドゥ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 。ドキしながら、その手をつないでる。ラビュー、ラーミー、ホールミー、キスミー。ドゥ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 。学校中のペルちゃん女子に人気よチャ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 チラビュー竹内せ4番私だけの先輩夢でも見ているそんな幸せな今日ラビュー Love me Hold me Kiss me 下がる下がるドゥ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 学校中の女子に人気よチャンチャチャチャ内向き外向き内向いてあれちゃ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 外うち外外うち忘れちゃうこんばんはちゃ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 Kiss me, love me, mama, that, 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 that,じゃん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 できた竹内パイセン缶でおおペットボトルが音が鳴ってびっくりした竹内先輩缶完璧なんとかいけそうじゃないこれ次はなんだっけあれだあれだ、ね、やっていい本当にごめんねチャラチャ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 2番よチャチャチャ
そんなこんなわけでちょっとジタバタとめぐり合い、いやよダメよ、ふんずほじゃくつではずるらしく、にして夏の男は手が早すぎるしさラブ。あれ、そこ歌うっけ。手が早すぎるしさ、歌いました。しさいら、ちゃら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 、感情を知ってるぜ。面白いよね、この振り。うん、トゥ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 、ひと夏限りのスリルが、ひと夏限りの、え、待って、びっくりするぐらい歌詞忘れた。あれ、やばい、自分の歌忘れちゃった。ひと夏限りの、なんだっけ。あ、え、初めて忘れた。よかった、明日じゃなくて。怖っ、これ明日だったらやばかった。ひと夏限りのスリルが並ぶだっけ。あれ、スリルが並ぶ。ひと夏限りのスリルが並ぶだっけ。誰か、ひと夏限りのスリルが並ぶだっけ。そんなの感じだったっけ。あれ、そんな風に歌ってたっけ。私なんか急に意味わかんないけど、なんか脳が飛んだ。スリルが並ぶか、スリルがいっぱい並んでるっていうことか。で、ありがとう、2番。トゥ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 、左足、右足、じゃじゃん、日差しが 2.5、2.5、こっちも向いても 2.5、すべて2番、忘れ、盛り上がっちゃう。あっちが、愛してくれ、愛してくれ、メラメラ燃えるした、心だけが寄せるさざ波、なってだけでもなかとは犬も食わぬ、立てない、犬も食わぬ、ん、犬も食わぬ、立てない、夏の女はクレイジーラブ、チャ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 、三番。ふん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 、迷っちゃダメダメ、正気に戻る、日焼けしすぎて、ふん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 、水しぶき頭、水しぶき頭、濡らしても、のもそう止まらない。あれ、こっちからだ。あれ、うち向きからだった。あれ、なんかやばい、今日めっちゃド忘れしてる。うち、こっちか。すべて忘れ、盛り上がっちゃうぜ。トゥ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 、そんなこんなわけでちょっとジタバタと、ジタバタと巡り合い、いやよダメよ、いやよダメよ、くずほぐれず、花々しく恋して、夏の男は手が早すぎるしさ、いらんじゃん、じゃじゃ、ここはペアで踊る、チャチャチャ、チャ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 、抜かれて愛は、こんばんは、問答無用で、2番に行く。そこもここも未経験、結構しちゃうのへよ、このアバンチュール。で、3番。メラメラ燃えるした心だけが寄せるさ、メラメラ、あれ、メラメラ燃えるした心だけだ、あれ、ここマジでいつも分かんなくなる。メラメラ燃えるした心だけが寄せるさざ波、だってだけどそんな言葉犬も食わぬ、建前、夏の女は感情が一番、夏の男は手が早すぎるしさ、いら、よしゃ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 。これが終わるのが4番。こんばんは。待ってね。で、次でもう一個やったら中盤終わり。え、強っ。いつもさ、一人で練習してるとさ、途中で携帯いじったりしちゃうんだけど、今日は一切してない。みんなのおかげ、ありがとう。いいテンポ、ほんまに。次、デジャビュ。
チュルルルチュルルルチュルルルチャン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 え、こんな振りだったっけ、あれ分かんなくなっちゃった、助けて、あれなんか違うな、こうかでもいいのか、あとで見とくね、じゃん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 、 3.5 読んでいるのか、 4.5 分かってた、神は偶然なんて言い訳しない、初めて会った 3.5 信じられる4番、私だけのかすかな記憶、デジャビュいつか見たような、ここは4番の偽流しろだよね、あそうだ、デジャビュいつか見たような愛に引き寄せられてく、次の瞬間こうなることも、デジャビュ懐かしい痛み、デジャビュ懐かしい痛み、過去は曖昧な事実、こんばんは、ラララ恋したい、ちょ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 で5番に行って、チャン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 で4番キスをされて、5番抱き合って、古いこのシナリオ捨てたくなるわ、6番に行ってチャン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 、4番、まああれ 4.5 でタッタッタッタ、その表現が瞳に映る4.5のニセリ前、デジャビュ目の前のものは時が忘れさせるけど、心のどこかに残る風景、デジャビュ何度も夢見てずっと待ってた愛しさ、生まれたから出会える日まで思う、生まれたから出会える日まで、生まれたから出会える日まで思い出す、チュ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 デジャビュいつか見たような愛に引き寄せられてく、次の瞬間こうなることも、デジャビュ懐かしい痛み、過去は曖昧な事実、ドゥルル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 、恋したい、チャン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 、あれなんだっけこれ、あ、34 3.5 チャン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 、今ね、あのね、中盤までできた。みんなありがとう。中盤までできた。オープニング4曲と中盤3曲終わった。来たー。こんばんは。リーダウマだ。リーダウマね、あれは映像見ながらやるから。あとだからさ、これでさ、とりあえずユニットと水飲みのありがとう、ユニットとあ、飲むとこ見せちゃった、
多分水にね、なんか混ぜてるんだよね、これ。こんばんは。あ、じゃあ分かった。あとユニットとレイラウンと夕日を見ているかは後でやるとして、ビンゴと僕対、ビンゴと僕対しようかな。こんばんは。半までにじゃあビンゴと僕対して、で後のユニットとネイル下見て。これね、メイクさんにもらったシールとね、あのね、チップ使って今日はフルーツネイルをしたよ。こっちは取れたよ。こっちのさ、薬指と人差し指と取れちゃって、これね、なんかこれね、残念少女の時にヒラヒラしだして焦った。やばいやばい、ヒラヒラしとる、ヒラヒラしとるって思って、ヒラヒラしないでって思って、残念少女でヒラヒラしたら顔が作れないじゃん、なんか顔がヒラヒラしちゃうからやばいって思って、だから本当にヒラヒラしないでほしかった。じゃあ次どうしよう。んー、そう、ヒラヒラしちゃった。スカートヒラリだったらよかったんだけどね。落ちてたの拾った。いや落としてない。拾ってくれてありがとう。ゆりこえん最善で見た、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、嬉しいです。こんばんは。どうしようかな。じゃあ僕の太陽とビンゴと僕の太陽を今からやって、半からゆっくり配信してきたらしたいな。よしよし、あと2曲とりあえずやって、あとはまあ明日の朝までに行くまでに頑張ってやる。昼声見てた、ありがとう。じゃあビンゴからいきます。まずは1番で MC してて、あ、なんか落ちちゃった。1番でMC していて、そしたら肩を大事に、よかった。1番で MC してて、そしたら2番、さあ皆さん、ここからは明るく元気に盛り上がって楽しんじゃいましょう。続いてはこちらの曲です。せーの、ビンゴー、 1、2、3、4、 わー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 、2番、訳なんて何もない、紹介された瞬間、稲妻に打たれたの。フォーリラン、理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた、一番ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた、ビンゴビンゴ、今日までは決めらず待っていてよかったわ、運命を味方に並びる、4番、あれ、あれ、蹴る足って左足だったっけ、あれ、どっちだったっけ、やばいやばい、なんか今日さ、びっくりぐらいさ、なんか今日めちゃくちゃさ飛んでる振り付けが、普段飛ばないの、あれ、ここで起きた奇跡にスキップしたいくらい神様に感謝する、サンキュー、偶然はいつだって用意されたシナリオ、
誰にも何も知らされずにあなたのことを考えるたび息忘れなま苦しくなってくる。四段にと人ど真ん中に命中人私のハートが盗まれた。人どこかで会えるような予感くらいしてたけどあなたはサプライズ Oh my god 花道にいてちょ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 ビンゴビンゴあなたに巡り会えた。でここはフリーレージュ Love you do。 人ど真ん中に命中人私のハートが盗まれた。人どこかで会えるような。こんばんは感くらいしてたけどあなたはサプライズ Oh my god Oh 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 戻る Oh 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 移動 Oh 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 でこれが 1.5わー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 ちゃ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 。はい、できた。思い出した思い出した。こんばんは、かわいい、ありがとう嬉しい。そう、カラオケ流しながらね、そうできないんだよね。この前やったんだけどね、すごいことになったんだよね。なんか歌詞とバラバラになっちゃった。ごめんね。それができたら一番いいんだけどね。じゃあ最後は僕の対応して、あとはだってレイダウンという人ユニットだけではねやってないの。それを明日までにすればいいんだよね。とりあえずじゃあ僕の対応いきます。でこういったらチャ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 ラララララ。3番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 ダラダ 4.5 4.54.5 よ、君は今 4.5 にいる。じゃん。右かけ回りの右下こっち、人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。行こう明るく、嫌なことの一つくらい誰にもあるか。5番下を向いて落ち込んでたてた雨さ。ここはフリーで、なんだっけ、下を向いて落ち込んで、心のその空。2番晴れ渡るまで上を向くんだで移動して、君が世界の中から泣きながら孤独に震えていたってが5番のニセリか。こんばんは、これが5番のニセリ。必ず希望食育が探す愛しさが目印さ。これで5番にのまま。太陽は何度も夢を見る。5番で1セリに行く。ルルルルルルル、眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。これが5の21セリで、今度こっち回りにして、こっちが下でこっちにしたら、今度は緑きりで夜の闇に怯えないで、僕はここから2セリに下がって伸びるよ。もし世界中部が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れてが4番。なんでもないように笑って、一人じゃないよ君は、夜明け待つ人がいるで 4.5 に今ので移動して、太陽は何度も夢を見るで1番。
サンセリマリ下がってルルルル時には雨だって降るだろう泣かないで僕の太陽で、で、これで、あれ、あれなんだっけ、これが今 4.5 でやってて、あ、で 3.5 に行くんだ。太陽は何度も夢を見る雨雲にもし覆われたて待ってる誰かを思い出して君は今僕あ君だけが僕の太陽君だけが僕の違う君だけが僕の太陽から出て出せ君が僕の太陽でくるくるないララ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 ラ3.5 に戻ってくるララ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 ラ負けないで僕の太陽チャ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 できた。あ、いけたかもしれない。あ、ねえねえ、11時半までに終わったよ。すごない？すごくないですか？皆さんのおかげだ。ねえ、ありがとう、待っててくれて。あ、やばいやばい、待って。散らかってる部屋映っちゃう。ちょっとさ、もう帰ってきて、リュックを投げてるんですよね。映っちゃった、リュックが。キャー！あと、急いでどかしたカーペットが。やったー、これででもなんかさ、これで終わってお風呂行って12時から12時まで配信して12時にお風呂行ってんで、今かおりちゃんに合わせてギター弾いてた。嬉しい。今からコメント読むよ。またおまた、優しい。練習見てるのも楽しかった。本当にね、嬉しすぎる。これであとはお風呂入ってアイス食べて。最高じゃん。アイスない、アイスない。推しカメラ嬉しい。明日の公演より楽しみになった。嬉しい。明日は誰がいるんだろう明日のメンバーが分かんないんだけど、誰がいますか明日って。誰と会えるのかな。誰がいるんだろう。こんばんは。誰がいる。キョンちゃんいる。嘘、キョンちゃんどこのポジだろう。いつものとこかな。どうだろう。マチャリンもいる。ハーちゃんもいる。オカリナいる。あ、オカリナと出るの久しぶりかも。おお、あ、ゆずちゃんいる。おお、楽しみ。頑張ります。おお、すごい、全員分書いてくる。ありがとうございます。まなみさんもいる。ありがとう、楽しみ。かおりちゃんいるこれでいなかったら笑う。オーマイガーズ。明日は、あ、でも全員出たことあるメンバーさんだ。チーム B はかおりちゃんだけ。確かにチーム B かおりちゃんだけかも。え、そう、本当にね、僕の太陽は誰がいるかわからない。チーム B は結構誰がいるかわかるんだけど、そう、僕隊がね結構いっぱいあってね、その日が誰なのかわかんなくて。そう、なみなみ、浅井なみなみチーム B 明日もする。これナーミンって知ってるのかな、そう言ってる方。ナーミン公認なのかな、大丈夫なのかな、勝手に言ってナーミンが知らなかったらめっちゃ、えってなっちゃいそう。ナミナミ知ってるかな。これ誰が考えたんだろう。すごいよね。気づいたらできてた。セリ慣れた。慣れました、セリ。
競り楽しい、競りある方がやっぱ楽しい。なんか平面よりさ競りある方が楽しいなって思う。真顔で何それって言いそう。え、何それって言うかな。こんばんは。耳には入ってるか。そうか、ならよかった。私さあ 言おうと思ったんだけどさ、自己紹介一番目だからさ、なんかこう大丈夫かなって思ってちょっと心配だった。そうそうそう、明日の見どころ、明日の見どころなんだろう、なんだろう。さっきさんが僕の体温に出た時に見て、あ、そうなんだ。あ、私その時いたかも、いた気がする。あ、みなみちゃん、かおりちゃんがなみなみっていらっしゃってて、うそ、違う違う違う、落ちてない。手を波みたいにする。あ、振り付けがあるんだ、知らんかった。振り付けがあるんだ。なんかさこれさ、なみんとさ思い出はさ、あのさ、なんださ、あの蜃気楼を一緒にやってたの昔、ゆきりんさんのあの修行中公演の時に、その時にこれがめっちゃ苦戦してたの。そう、だからそれで一緒だ。こんばんは。爪はね、このまんまでいって、なんか私いつもさ右手の方が取りやすいんだけど、なんでだろう。ここのさ人差し指と薬指をきれいにあの直して、明日は行きます。今日公園入ったスライムのシャツ、あ、ありがとう、覚えてますよ、ありがとうございます。あ、今日誕生日おめでとうございます。剣坊さんお誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。利き手だから取りやすいのか、そういうことか。そう、黄色めっちゃ明日よく合うよね。確かに右手使うからかもしれない。メイクの時もほとんど右手でメイクしてるから。あ、メイク道具なんで持って帰ってきちゃったんだろう。次の日も公園だったら置いといていいのに、持って帰っちゃった普通に全部。まあいっか。やっほー、こんにちは。やっほーやっほーやっほーさっほーやっほーさっほー。流れ星からの蜃気楼は最高のユニットだった。嬉しい。明日は何色の T シャツがいいですか。あなたのラッキーカラーは黄色。黄色です。ヒントでございます。え、待って、これで練習終わった。とりあえずなんとなく復習は終わった。あとはもう一回ちゃんとやるとして、今でなんとなく思い出す作業は終わった。だから終わったね。やった、ヤッホーサッホー天気予報。それいい。なんだっけ、なんだっけ、マンボウ天気予報。僕の名前はマーボー。こんばんは。ヤンボーマーボー天気予報だ。ヤンボーマンバー2じゃん。あとは待って、あと私何や、あ、ユニット忘れ、お忘れなくって感じ。ユニットと天国野郎の格好で真面目に次の曲踊ってるの面白い。あれでしょ、ナターシャの最初でしょ。普通さ天国野郎とか言ってるのにさ、急にちょん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 って言って急に踊り出す。切り替え、真顔で踊るのがポイント。天国野郎やばい、本当にめっちゃお前楽しい。僕やろ楽しいですね。あのさ、なんかさ、めっちゃさ、なんだっけ、こんばんは。なんか楽しいよね。ナーマンがマンゴーの家の香りちゃん癒してた。マンゴーの家ってなんだっけ、あ、マンゴーナンバー2って言っちゃった時だっけ、間違えて。あれ、間違えてないのか、合ってる、あれなんだっけ。そういつも、もう3回連続くらいで間違えちゃってさ、なんか生誕の度に。そう。なんかそ、今もうやめちゃったスタッフさんなんですけど、もう香りマンゴーで禁にするよって言われて、もう香りマンゴーで禁になるよって言われたことある。でもで禁にならなかったんだよ。生誕祭の時やってたもん。そう。絶対マンボーって言わないでねって言って、はい、マンゴーですよねって言って、マンゴーマンゴーってずっと
ずっと唱えてたのに、いざステージに立つとマンボウって言っちゃいそうになっちゃうの。そう。懐かしい、村山4懐かしいね。生誕だから許された、確かに生誕だから許された。人の生誕でやってたら最悪だよね。自分の生誕だからよかったけど。マンボコマンボコとかやば、やらかそうじゃん。あとね、今日ね、そのね、やらかしたエピソードありますかっていうのがあって、その MC で、で私はそのあのね、なんかやらかしたエピソード、いつも感謝って、冷静に丁寧に正確にみんなの夢が叶いますようにっていう、なんだっけ、エンジンがあるじゃないですか、伝統的な。それを間違えて、いつも元気って言っちゃうっていうのを言おうとしたんですけど、なんか最初にオチ話しちゃって間違えて。そう、チーム B のエンジンっていつも感謝って言うじゃないですか、そこをいつも元気って言っちゃったんですよっていう話で言おうとしたのに、間違えて先にチーム B のエンジンでいつも元気って言うじゃないですかって最初にオチ言っちゃって、最悪って思って、うん、せっかくいいこと思いついたのにさ、これやらかしエピソードに最適やって思って思ったのにさ、ゆきじんさんから即ツッコミ、ちゃったよね。そうだから、それこそやらかしてるよね、もういつも感謝、なんで元気って言っちゃうんだろうね、おかしいよね、そんなの。いつも元気誰、健康観察かな、うん、こんばんは、はてな、いやー明日は気をつける。方言で話していいよ、いいんじゃけど、方言で話してもええん、話しても大丈夫やって、あ、大丈夫じゃけ、またショールーム見に来てな。そう、いつも元気なんだけどね、いつも元気。僕の太陽のエンジンは、その時なんか、それは誰が言うか決まってないんだけど、誰かが君は今って歌って、みんなで僕の太陽公園行くぞ、おーってやってます。こういう太陽の、このこれでこのやつやってて、チーム B はこの普通に B ポーズでやってて、そう、懐かしいな。4はね、何恋はエンジンやってないね。最初の方はやってたけど、なんかどうやってやってたかな、最近のやってないけど、やってないかも。そう、みなみちゃんが言ってた16期ルール厳しい、どんなこと言ってた、聞きたかった。昨日のさよならモーリーさん見ました？それのなんか流れの MC みたいな感じだったみたいで、そう、さよならモーリーさん、僕夏はね、確かね、ポニシを歌ってた気がする。君の笑顔、僕の夏が始まるって言ってたけど、なんかそのルールの言ってたよね、めっちゃ面白かった、めっちゃ笑った昨日。なんかアイスの話とかさ面白かった。いや昨日リアタイしちゃって、私さよならモーリーさんリアタイしてたんですよ。そう、こんばんは。レッスンするときの髪はポニーテール限定。あ、あったかも。あ、半ズボン履かない、あったかも。あった。半ズボンはダメみたいな、なんか、やる気がないみたいな風になってたかも、当時。わかんないけど。こんばんは。長ズボンしかダメだったかも、確か。パーカーのチャックは必ず閉める。え、そのルールあったの？そんなのあったっけ？パーカー？え、なんの？どんなの？あ、名札忘れると捨てられる。あーっていうか、名札を持ってなかったらもう帰らないとダメ、帰らされるっていうのがあった。そう、帰ってくだ、なんか取りに帰るとかじゃなくて、もう出なくていいよみたいになっちゃってた。もうなんかもう家に取って帰ってねとかじゃなくて、もういい来なくていいみたいな。そうだから絶対に忘れられなくて、そう、確かに今思ったらさ、そんなルールいるかなみたいなルールもあったかもしれないけど、でもね、なんかそれで、なんて言うんだろう、なんか閉まってたと思う、すっごい。
すごい閉まってたかも。そう、マネージャーさんが結構厳しかったかも。16級厳しいってか、あの厳しく見てくださってたかも。そうそうそう。あ、マイクお借りします。あ、それは言うね。それはでも言うかも。あの普通に言う。公演終わり踊れた人と踊れなかった人あるで、劇場の舞台踊って指摘されるあった毎回そわそわしてやばい怖い怖い怖いって思ってた。あった、それ研究生公演じゃない、多分レッツゴーの前の公演だと思う。多分あったかも、あったかも。かおりちゃんのショールームで好きになって初めてイケメンを使いました。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。レッスン靴、あ、レッスン靴、そう、昨日の、そう、めっちゃ面白かった。そう、レッスン靴は持っていく、持っていくっていうか、研究生の時は置くとこがなくてずっと持ち帰ってたの、毎回毎回。でも今なんかロッカーみたいなのをいただいたので、そこに入れ、毎回置いてるから、ロッカーに。それはすごい楽になった。そう、レッスンシューズをね、入れるとこが、今まで全部持って帰ってたんですよ、靴で。そこがすっごい楽になっちゃった、楽になっちゃった、なってた。そう、履き替える、それは履き替える。なんかさ、そうだね、履き替えるね。なんかたまに忘れる時あるけど、基本履き替える。そう、スマホ禁止、スマホ禁止だったと思う。あのね、劇場とかバスとかはいじっちゃダメ。バスもなんかいじっちゃダメだった気がする、確か。こんばんは、確かね。こんばんは。あ、そう、 DVD プレイヤー持ち歩いてた。そうそうそう。あ、ドラキのかおりちゃんレッスンシューズが、あ、本当に見えた、レッスンシューズ。そう、髪振り振りは、振り振りもね、見ちゃダメ。あの振り振りも見ちゃダメだった。劇場ではもう携帯がダメ。そう、配信間に合った、ありがとう。ルールの話面白い。後で見るね、後で見てみますね。MC そう、めっちゃ厳しい。バスどこ座ってた？バスの席は、バスはね、難しいんだけど、まず絶対一番に来る、行かなきゃっていうのがあって、で一番後ろから詰めていくんだけど、詰めてて、でももう乗り切れなくて、先輩が助手、補助席出しそうになったら変わりますっていうの。まず最初から補助席に座れないから、最初は詰めていくんだけどみたいな感じだった気がする。よく覚えてないけど、そう、確かよく覚えてないな、確かそんなんだった気がする。絶対一番に行かなきゃって思ってて、そう、こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、補助席には絶対座らせないみたいな、あったかも。運転席どういうこと、私が。それでは出発しますって。懐かしいね。そう、最後に乗った方がね、いいんだけど、でもそれはダメなの、最後に来たってことだから、それはダメで、難しいよね、めっちゃむずくない、超難しいよね。難しい。渋谷 NG はなかったですね。それも見たけど、それはなかった。そう、席なくて立ってるはなかったな。なんか絶対足りるから、そう。まさかの運転席。私なんか一回早く行きすぎて前の集合の人と鉢合わせちゃって、前の集合のバス乗っちゃったことある。めっちゃ気まずかったんだよ。でさ、前の集合ってことは、前の集合のバスに乗れちゃうってことは、割とそのバスにとっては最後の方の人じゃないですか。もう先輩もいるのに。だから私遅れてきたみたいになってて。でも違うんですよ、本当は。本当はもっと一個前、次のバスなのに間違えて早いとこ行っちゃって、あ、やばいって思って。逆にさ、気まずくて、あ、私これじゃないんですって思いながら。でも乗っちゃっていいよ、みたいな、運転手さん優しいから。乗っちゃっていいよ、いいよ、乗っちゃってよ、で。やだやだって思って。そう。そうっていうのがあったから、あんまり早く行きすぎるのも気をつけなきゃって思ってます。そう、逆に遅れたみたいになってる。
そう、懐かしい。なんか懐かしいですね。研究生の時の話ってさ、メンバーでやるとなんか盛り上がりがちかも。なんか全員経験してるからさ、なんかあーあったねみたいなんで結構盛り上がるイメージ。そう普通免許で運転できればあ、そうなのかな、どうなんだろう、できるのかな。エピソード放送あるある、めっちゃみんなもさ会社あるあるとか話したりする、同期とかと。今だから言える話とかありそう。確かにいっぱいあると思う。なんかみんな大人になってさ、だからまた今話したらまた楽しいと思うね。その会社だけのルールあるかも。あれなんだろう、みんな今だから笑える話。そうだよね、懐かしいな、懐かしいす。なんかいろいろあったね、ほんといろいろあったねとか言って研究生髪変え、あ、そう、研究生ね、髪変えちゃダメだったんだよね。なんかそう、一切ずっともう昇格するまではずっと同じっていうルールがあった。でもね、多分16期までかな、それ、あ、ドラさんまでかな、多分。今はね、多分そこまで厳しくないんじゃないかな。なんか結構なんか時と場合に応じてって感じかも今はそう、懐かしい。時代、そう、時代ですよね、時代、時代。それでは聞いてください、時代。こんばんは。多分ね、17期ちゃんもないん、いや、わかんない、基本は一緒だと思うけどさ、なんかさ、写真、生写真の時とかさは、よくわかんないけど、なんか前さ違う髪の時あったから、多分そこまで厳しくないんじゃないかな、わかんないけど。こんばんは、明日本校見ますか。やめとく、一人じゃやめとく、一人はあかんです。だからさ、初めてさ昇格して髪の毛をさ変えるって時ね、すっごい嬉しかった。初めてした髪型覚えてる。あのね、ここをね編み込んでね、なんかやった気がする。でもなんかまだ昇格したけど巻くのは調子乗ってるんじゃないかって思って、しばらく巻けなかったの覚えてるどんなそう、ちょっとずつ慣らしていった。まだ巻くのはちょっと調子乗ってるから編むだけにしてもらおうみたいな。そう、明日の公演行く、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、楽しみです。かおりん、こんばんは。調子乗ってない今さ、どんな髪にでもできてすごいね、嬉しい。でもね、もうね、や、髪の毛やり尽くしちゃった。もう、あんがない。今日ね、うちね、なんか髪の毛思いついたの。で、これしてもらおうかなって思って、メイクさんに、これってどうですかって言ったの。もうそしたら、この髪見たことないですねみたいな。で、もう一人のメイクさんがいたんで、ここだけ結ぶやつなんだけど、もう一人メイクさんがいて、ちょっと、どう思いますかってそのメイクさんが聞いて、そのメイクさんめっちゃ面白いんだけど、変ですってメイクさんに変って言われたら絶対変じゃないですか、センスいいから。メイクさんってそう、めっちゃ面白かった。変ですって言われて、変ですってなってマジ笑ったで、その髪はちょっとあの封じて、このおしゃれなお団子にしてもらいましためっちゃ面白かった何の髪型がいいかな、迷っちゃう。林先生の今ですみたいな、ほんまや、今ですそう、あのいつもお世話になってるねメイクさんなんですけど、めっちゃ面白くて、そう、変な髪、なんかジャリンコチエみたいな髪型です。ジャリンコチエちゃんみたいな髪、リンゴヘアではないんだけど、ジャリンコチエヘアみたいな変ってなんつうの、ジャリンコチエやばかったかな。明日その髪する、やってもらえるかな。引
クメのポニー。サザエさんヘアやばい。天国野郎じゃない本当に。こんばんは。天国野郎をフルーツネイルかありがとう。見てフルーツネイル。僕の大好きな今何時？あ、55、あと5分か。また変ですって言われた。やばいでしょ。あとね、みなみちゃんのね、映像倉庫さんのドラマにがあるんですけど、それに私も出演させていただきました。さっきね、公開されてたからね、あのね、あ、もうお話ししちゃったドラマの感想。え、ちょうど今から、ちょうど今から、今ね、ずっと公演の話とね、研究生の時あるあるしてた。そう、あのね、なんかめっちゃ可愛いの、みなみちゃん。ぜひ見てください。私もちらっとちょっとだけお邪魔させていただいたので、ぜひ見てください。なんだっけ、里美奈がのぶとで、のぶとが里美奈でだったっけ、合ってる。予告見た。なんか予告見た。そう、映像倉庫さんで、のぶ、さ、里美奈がのぶとで、のぶとが里美奈で、何で見れるの、ね、映像倉庫ってるのでね、見れるよ。めっちゃね、そう、入れ替わるんですよ。みなみちゃんが岡本信人さんになって、岡本信人さんがみなみちゃんになっちゃうんですよ、入れ替わって。そうそう、なんか岡本信人さんが売れない芸人で、みなみちゃんがアイドルみたいな。こんばんは。そう、なんか身内がめっちゃ出演してて面白い。だってさ、もう身内しか出てないじゃん、あれ。あ、岡本さんはその身内ではなくて、その大物俳優の方ですが、あのこっち側の AKB 側がもう全員身内で笑った。そう。みんな知ってたからびっくりした。そう。そう、めっちゃ面白く、そう、え、私も見たい、早く。見たことない、まだ予告映像しかまだ見てなくて。こんばんは。本当にね、可愛いの、みなみちゃん。すっごい可愛いからね、見てほしい。もうファンになっちゃうと思う。可愛い。めっちゃ、そう、スタッフさん出てる。スタッフさん出てる。そうそうそう。めっちゃ、あのね、サキポンのね、最後のサキポンが面白すぎて。何それみたいな。サキポンのキャラじゃないからめっちゃ面白い。何それ、全然面白くねみたいな。センスが全く感じらんねめっちゃ笑っちゃった。絶対サキポンが言わなさそうなセリフやから。そうそう、それでこの前のあの公演の時に、みなみちゃんがあのなんか変なキャッチフレーズ、嫌なことがあってもくるっと回って前向きみたいな、ちょっと変わったキャッチフレーズ、それもそのドラマに出てくるやつなんだよ。でもさ、それさ、みんな知らないで聞いてたらさ、え、みなみちゃんどうしたんってなっちゃうけんね。面白かった。かおりちゃんどんなキャラ。私なんか疑ってる人です。疑ってる人ですね。疑ってます、ずっと。こんばんは。前向き向き。そう、やっとネタバレできてみたいでよかった。こんばんは。でもさ、みなみちゃんだったらさ、あのキャッチフレーズでもなんか可愛いじゃないですか。なんか、みなみちゃんは何しても可愛い。シーンってなってた。あれ、のぶとじゃね。あ、そっか、あれはのぶとさんなのかな。あれ、公園にいたのはのぶとさん？え、違う、みなみちゃん？あれ？どっち？もう入れ替わってんのかな？あれ、あれ？難しい、難しい。目の前で見てびっくりした。入れ替わった後か、そっか。めっちゃね、面白かった。早く見てみたいです。うん。こんばんは。ね、みなみちゃんかわいいよね、ほんとにかわいい。なんかさ、いつだっけ、ナーミンの、あ、やばいやばい、55分だ。ランキングしたいと思います。
あっという間。なんかさ、ナーミンの生誕祭の時の MC を見たんだけどさ、なんかみなみちゃんがさ、なんか特盛りを食べちゃうみたいな、んかそのみなみちゃんとそのナーミンの会話が可愛すぎても。いや、みなみはまだやばいって思ってないからいいんだよみたいな。でもみなみなんとかみたいな掛け合いがめっちゃ面白かった。そう、特盛り食べたんかいって思って、可愛すぎる、本当に可愛い。どこにいるんだっけ。あ、いたいたいた。ではランキングしていきたいと思います。みなみちゃん痩せたいけど食べて、え、みなみちゃん痩せてますよね。どこが太ってるのか全く、細いよあの子めっちゃ可愛いし。ではランキングしていきたいと思います。第13位はみけねこアットマーキューたんぽさんです。ありがとうございます。12位は歌詞アットマーク推しが何人かいる人さんです。ありがとうございます。11位はクリームアンピーさんです。ありがとうございます。10位はTOKIOさんです。ありがとうございます。9位はトラソポさんです。ありがとうございます。8位はタカさんです。ありがとうございます。7位はアディラッチャンさんです。ありがとうございます。6位はハナちゃんさんです。ありがとうございます。5位は村山さんです。ありがとうございます。4位はJさんです。ありがとうございます。3位はユーマ明日で香りの木体観覧15回目さんです。ありがとうございます。で、2位はマッシュルームさんです。ありがとうございます。そして1位はコマネコマニアのじいさんです。ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でした。ありがとうございます。次はギフトをくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。まだ、あ、やばい、あと3分や。え、もう8月20日になっちゃうの、やばくない？早っ。ゆうまさん、ハートマンアットマークおひざまさん、トラサポさん、クロロイコールルシルフルさん、ピーちゃんさん、ガッチさん、ミル6番さん、日高浩二さん、矢野武志アットマークおりちゃんほんとかわいいなさん、元祖ゆうてぃアットマーク花の昭和生まれさん、さっとかっこさとろおかださん、ふみおさん、新規おやじさん、マッシュルームチさん、オクタゴンさん、ペレットさん、トモさん、コミさん、村山さん、ジェイさん、はなちゃんさん、伊藤さんさん、高井さん、キンキンさん、アナナさん、ケンちゃんやで、今日の夜公演楽しかったよ、ありがとうさん、トトさん、メロディーさん、アリラッチャンさん、コマネコマニアのじいさん、ライダーさん、ピーちゃんさん、ポンタ428さん、生講師、ヒロ、カホ、メイメイ、ピッカリン、アットマーク、マシモンズさん、村山さん、クリームワンピーさん、アノノさん、ヒーちゃん、アットマーク、つむじさん、ふみおさん、大地さん、ジェイさん、ピーちゃんさん、矢野たけしアットマークおりちゃんほんとかわいいなさん、あらひとさん、くらのすけアットマーク関西さん、アディラッチャンさん、大地さん、のんたさん、しゅうじさん、むけねこアットマークきたんぽさん、村山さん、たかさん、ともさん、しのぶなうちさん、ふみおさん、パンチョさん、わいまつよつばさん、こまねこまにゃのじいさん、かずなりさん、かしアットマーク推しが何人かいる人さん、たかさん、つばまなあゆさん、今が大事さん、マーボーさん、ニキオさん、コマネコマニアのじいさん、ワイマチヨツバさん、新規親父さん、水泳シアボーズフラム旭川ワイン北海道さん、中川くんさん、キムリーさん、タラサポさん、ミケネカットマキータンポさん、サヤリンマルさん、翼はなんちゃらさん、トキオさん、ナーニャ神推し、明日僕タイヒル公園行くよ、推したいのにいろーさん、ヨックンタタカノチさん、タムチンアットマークオンちゃん推しさん、マユさん、フミオさん、ザキヤマさん、中地さん、あずまんさん、うらかんさん、新規親父さんです。ギフトありがとうございます。ギリセーフ。え、ごめん、みんな何も話せなかった、ごめんなさい。うちが今日も見てくれたり、コメントをくださったり、ギフトをくださったり、本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。あ、明日のラッキー占いはじゃあ、あくびです。あくびをするとラッキーになるので試してみてください。そして今日もメール読んでくれたりとか応援してくださって本当にありがとうございました。また明日もショールーム見てくれたら嬉しいです。あ、まだ切れない。なんかこう12時過ぎてちょっと20秒くらいしたら切れちゃうようになった、この前。みんなありがとう、ごめんね、あんまり話せなくて今日はね。また明日ね、バイバーイ、ありがとうございました、またね、バイバーイ。
バイバイキーン。